ウクライナのレズニコフ国防省は19日、自らの SNS に写真を投稿して、パトリオット防空システムがウクライナに到着した。私たちの美しい空はより安全になったと記しました。ロシア軍が首都キユー近郊をはじめ全土で空爆を続ける中、ウクライナは高い迎撃能力を持ったパトリオットの供与を欧米に求め、 アメリカ、ドイツ、オランダが供与を決めていました。配備されればロシア軍を強く牽制するものとなります。パトリオットの使用には数ヶ月の訓練が必要とされていますが、レズニコフ国防省はすでに訓練を行い、早い時期に使用できる状況にあることを示唆しています。パトリオットについて、ロシアのプーチン大統領は去年、簡単に破壊できると述べていました。